屋上の店舗看板かつての店舗、看板トリコロールカラーの時代ポートウォーク、港改装後の正面入り口ポートウォーク港は、愛知県名古屋市港区当地2丁目1501番地に、ある、ショッピングセンター。1993年10月21日に開店。開業時から2014年2月16日までは、ポートモールアピタコの名称だったが、 大規模改装に伴い同年11月7日から、現名称としている。スポーツクラブの、当地スポーツクラブは土地に建設された。清水建設の社有地だった関係もあり、設置、建設の施行は、同社が担当している。構想時は、アピタに代わる、新業態、ルマルシェとして計画が進められたが、結局アピタに落ち着いた。建設段階では別当に、 セガが大規模なアミューズメント施設を出展する計画があったが、敷地北側にある名古屋市立あたり地中学校の PTA を中心とする建設反対派に押し切られて出展を断念している。当店の開業に先行する6月17日にオープンしたアピタギフ店と同様イタリアの著名建築家であるアルドロッシに店舗、外観の設計などを依頼。 国内の大手スーパー系ショッピングセンターとしては初めて外国人の著名な建築家を起用したものであった。外観が水色、黄色、オレンジ色で塗られた印象的な色彩となったのもこのことからである。当時のユニーのショッピングセンターで最大規模の当店は1992年に計画概要を発表した自転ショッピングセンターでは生活倉庫、アピタなど 売り場面積1万平方メートル以上の大型店が好調であり、新店舗を大型店主体の開発とする方針とし、ユニーが当時、ハイバリューハイプライス商品を販売する業態として位置づけていたアピタ業態で出店されることとなった。こうした経緯もあり、当店とアピタ岐阜店は出店経費は店舗面積1平方メートルあたり、 約50万円から約60万円に達し、この2店舗のみ新規出店した1994年2月期のユニーの設備投資額は約300億円強となり、6店舗を出店する1995年2月期の設備投資額とほぼ同額となった。当店の出店準備が進められていた1993年2月期のユニーの決算は、 前年比約30.8%減と落ち込んだ、経常利益から売上が下回る泉谷に、経常利益で抜かれるなど、業績の悪化が明らかになった。そのため5月14日には、グループ内企業である、ユーストアを徹底した低コスト路線で、高収益企業へと成長させ、怪物の異名を取るほどの名物経営者として知られた、家田道夫が、社長に就任。 当店の開店後の11月には本社機能を愛知県稲沢市にある物流センターの一角へ移転したほか、静岡県掛川市でアピタ掛川店として2月に申請を行っていた店舗が1995年3月24日にサンテラス掛川店として開業し、出店経費の高いアピタ業態は出店を凍結。当店はアピタ最後の店と呼ばれて開業することになった。 開業以降は、当初の4日間で予算の2倍となる、約6.56億円を売り上げるなど、当時の社内記録を塗り替えるほどの好調な滑り出しを見せる。勢いはその後も続き、1994年2月、期末までの4ヶ月間で、売上高約55億円を上げ、年率換算では、当時年間売上高が約95億円のアピタ10日台店を抜き、 事実上ユニーでは最も売り上げの多い店舗になる。その後も最盛期には年間約267億円を売り上げるユニーを代表する店舗へと成長した。また、岐阜店も開店から5日間で約5億円の売り上げを記録。当店と共に年間売り上げ高が100億円を突破してユニーの基幹店となった。このように当店と岐阜店の好調さにより1995年から 再びアピタ業態の店舗開発が再開される。ただし、再開にあたっては、出店経費の抑制が条件とされたことから、店舗面積1平方メートルあたり、約20万円と、当店、岐阜店から比較すると、約2分の1から3分の1までをえたことになる。 立地する名古屋市港区西部には、当店が開店する前年の1992年4月23日に、ジャスコが、ジャスコシティ南洋を張る電夜に出店。こちらは、敷地面積約14,816平方メートル、延べ床面積約37,017平方メートル、店舗面積約14,830平方メートルと当店より小規模であったが、 1999年11月20日には、当店を大きく上回る、約74,168平方メートルの敷地、約48,650平方メートルの店舗面積を持つベイシティ品川を新たに開業させる。2014年6月27日にはこれに続き、さらに大規模な4モール、名古屋茶屋を開業した。そして、2018年9月28日には、 店舗面積約59,500平方メートルとなる、ララポート名古屋港アグルスが開業した。このように、同じ名古屋市港区内にイオングループの大型ショッピングセンターだけで二つ、三井不動産のララポートで一つ開業するなどして、商業施設業界の競争が激化したこと、開業から20年以上経過し、老朽化が進んできたことから一時的に営業を休止して、 大規模な改修工事を行うことになり、2014年2月16日に一旦閉店し、翌月3月から改修工事を始めた。約25億円を投じて改装を行い、ポートウォーク港に改装して2014年11月7日に新装開店。新装開業に際しては、1階の食品売り場を従来より約30%拡大して、 食のテーマパークを目指したほか、専門店街はサーキット型モールに改修され、従来より6店舗増えた74店舗が入居した。詳細は、ショップガイド参照。店舗東側に、平面駐車場、屋上駐車場さらに、敷地の南北に5階層の北パーキング、南パーキングと呼ばれる立体駐車場があり、また、敷地南西側に6階層の西パーキングが、 南パーキングの横に増設されており、約1700台が駐車できる。大規模改装に伴い、立体駐車場はそれぞれ、カモメ駐車場、イルカ駐車場、ペンギン駐車場の相性が新たについた。アピタ公典に関するカテゴリー、ありがとうございます。